デイビッド・ハンターは南北戦争の時の北軍将軍である。ハンターは1862年に南部3州で奴隷を解放する未承認の命令を発したこととエイブラハム・リンカーン大統領の暗殺に関わった陰謀者たちの裁判を行う軍法委員会の委員長を務めたことで名声を得た。ハンターはニューヨーク州トロイ市あるいはニュージャージー州プリンストンで生まれた。 著作家でイラストレーターのデイビッド・ハンター・ストラザーとはいとこであり、母方の祖父はアメリカ独立宣言の署名者、リチャード・ストックトンだった。ハンターは1822年に陸軍士官学校を卒業し、第5アメリカ不評連隊の少尉に任官された。南北戦争以前の軍歴記録についてはかなりの空白がある。 1828年から1831年には、北西辺境のディアボーオントリレに駐屯し、そこで死では、最初の高級的白人住人、ジョン・キンジーの娘、マリア・キンジーと出会って結婚した。11年間不評体で勤めた後の1833年、第一アメリカ流騎兵隊の隊員に指名された。1836年7月に退役し、 イリノイ州に移住して、そこで不動産取り継ぎ人あるいは投機家として働いた。1841年11月に軍隊に、給与支払い担当者として、再入隊し、1842年3月に少佐に、昇進した。ある資料によれば、第二次セミノール戦争及び米国戦争、1846年から1848年に参戦したことになっている。 1860年、ハンターは、カンザス州レブンはストリデに駐屯しており、ハンターの強いハンド霊性の見解に焦点を当てて、エイブラハム・リンカーンと文通を始めた。この関係はその後長く続く政治的な効果があり、その最初のものとして、1861年2月に、リンカーンが、イリノイ州、スプリングフィールドからワシントン DC まで、 大統領就任のための列車の旅をした時に、同乗するよう招かれた。この任務の時に、ハンターは、ニューヨーク州バッファローで、次期大統領を押し合う、群衆のために鎖骨を脱臼した。サムター要塞の戦いの後間もなく、ハンターは、第3アメリカ機兵隊の大佐に昇進したが、その3日後の1861年5月17日、 リンカーン政権との政治的結びつき紙を結び、第4位の順位の志願兵準将に指名され、ワシントン方面軍の一個旅団を指揮した。アービン・マクドウェルの下で一個師団を率い1861年7月の第一次ブルランの戦いに参戦し、首と頬に傷を負った。8月には志願兵の少将に昇進した。ジョンシー・フレモント少将の西部軍で師団長を務め、 フレモントが指揮官を解任された後の11月2日、西部方面軍の指揮官に指名された。その冬、カンザス方面軍指揮官に転任し、1862年3月、再度南部方面軍と第10軍団指揮官に転任となった。ハンターはアフリカ系アメリカ人を北軍の兵士として武装させることを強く提唱した。四月のプラスキトリでの戦い後に、 サウスカロライナ州の占領地域から黒人兵の徴兵をはじめ、北軍の連隊としては、初めての第一サウスカロライナ連隊を結成し、当初は解体するよう連邦議会から命令されたが、最終的にその行動に対する承認を得た。第二の論争の種はハンターがジョージア州、サウスカロライナ州及びフロリダ州に奴隷を解放する命令を発したことから、起こった。 以下は、その命令である。南部方面軍を構成するジョージア州、サウスカロライナ州及びフロリダ州の3州は、もはや、アメリカ合衆国の保護下にないことを計画的に宣言し、その合衆国に対して武器を取ったが、戒厳令下にあることを宣言する、軍事的な必要性を見出した。このことは1862年4月25日に、なされた。自由な国においては、 奴隷制と戒厳令は相入れないものである。これら3州、ジョージア州、サウスカロライナ州及び、フロリダ州の人々はこれまで奴隷制を維持してきており、それゆえに永久に自由を宣言する。デイビッド・ハンター少将、南部方面軍、命令第11号、1862年5月9日この命令は、すぐに、境界州で、奴隷所有者を、 アメリカ連合国支持に借り立てるという政治的影響力を心配したリンカーンによって取り消された。それでも南部はハンターの行動に激怒し、アメリカ連合国大統領ジェファーソン・デイビスは南軍に対してハンターは捕まえた時には処刑すべき、重犯罪人と考えるべしという命令を発した。ハンターはフィッツ・ジョン・ポーター少将の軍法会議の議長を務め、 メリーランド方面作戦中のハーパーズフェリーの戦いの損失を調査する委員会の委員長も務めた。また、メキシコ湾方面軍の観察長官補も短期間、務めた。1864年のバレー方面作戦において、北軍フランツ・シーゲル少将がユリシーズ・グラント中将からシェナンド渓谷,谷に進行しそこの鉄道や農業経済を脅かし、グラントが バージニア州東部で戦う馬、ロバート・イーリーの気をそらせるという命令を受けた。しかし、シーゲルはすぐに、南軍のジョン・ブレッキン・リーチ少将を指揮する4000名の、部隊とバージニア陸軍士官学校の士官候補生に、遮られニューマーケットの戦いで敗北して、命令を果たせなかった。1864年5月21日、ハンターが、シーゲルの後を受けて、 シェナンドー軍とウェストバージニア方面軍の指揮官になった。グラントはハンターに、後に、ウィリアム・シャーマンが海への進軍で使うことになるものに、似た、衝動作戦を行うよう命令した。ハンターはスタントンを通って、シャーロッツビルやリンチバーグに移動して、その国で取れたもので食いつなぎ、修理に何週間も要するように、バージニア中央鉄道を破壊することとされていた。リーは、 ハンター軍の動きを心配し、ジュバルアーリー中将の一個軍団を派遣して対処させた。6月5日、ハンターは、ピードモントの戦いで、ウィリアム・ E ・グランブル・ジョーンズ少将の部隊を破った。ハンター軍は警告を南のレキシントンまで遡り、6月11日にバージニア陸軍士官学校を燃やし、途中にあるあらゆる市民財産を自由に略奪した。 リー将軍は自分の家を北軍に燃やされ、ハンターに当てて手紙を書き、何千もの呪い、男らしく高潔な者の侮の蔑及び正直で名誉をおもんじる者の,の憎しみがあなたとあなたのものに常に付きまとい、あなたの名前を悪名と刻印する。悪名と約束した。歴史ントンは特に被害が大きかった。バージニア陸軍士官学校が燃やされたことに加え、 ハンター軍の兵士たちは多くの詩人の家やワシントン大学の図書館までを略奪した。ハンターはジョン・レッチャー元知事の家を燃やすように命じ、その後にその不在の所有者が暴力的で怒りをかき立てる宣言。国の住民に立ち上がってハンターの軍隊にゲリラ戦を仕掛けることを煽り立てる宣言を発したことに対する報復だったと報告した。シェナンド警における ハンターの恐怖の統治はすぐに終わった。6月17日と18日のリンチバーグの戦いでアーリー軍に敗北した。ハンターが作戦本部にしたサンダスキーハウスは1982年に国指定歴史史跡に登録され、現在はハウス博物館として運営されている。グラントはフィリップ・シェリダン少将を送ってハンターの部下としたが、 戦場ではシェリダンが軍隊を率いることを明らかにし、ハンターは管理的な責任があるだけになっていた。ハンターはグラントの信用を得ていないことを認識し、解任を要求した。ハンターはその後戦闘指揮官となることはなかった。1865年3月13日に正規軍の名誉少将に昇進したが、これは戦争後半に従軍した上級将校には、 比較的普通にある栄誉だった。ハンターは、リンカーンの葬儀で、議場兵を務め、スプリグフィールドまで戻る遺体に付き添った。1865年5月8日から7月15日まで、リンカーン大統領の暗殺に関わった陰謀者たちの裁判を行う、軍法委員会の委員長を務めた。1866年7月に、アメリカ陸軍から退役した。後に、 反逆者の戦争の間のアメリカ陸軍、デイビッド・ハンター将軍の軍務に関する報告を書き、1873年に出版した。ハンターはワシントン DC で死に、プリンストンのプリンストン墓地に埋葬されている。ありがとうございます。